帰り際、自分だけ違う方向の電車だったので、仲間たちに別れを告げて電車を待っていた。繁華街ということもあって、すぐ電車は来るんだけど、やっぱり人が多い。前の方に立っていたので、降りてくる人を待っているとき、 電車の壁側に寄り添う形で立っていた。そこでありえないものを見た。早く降りてくれないかなとかそんなことを考えながら頭を下に向けため息をついた。だから偶然視線を下に落としただけだったんだ。電車とホームの間に 不自然に白い顔をした女の人らしきものと目があった。全く正気を感じられない無表情だった。僕はびっくっとして小さく、わっと声を出していたと思う。不可解なものに突然出くわすと、案外本格的な反応はできないものだった。 混乱して一度目をそらしてもう一度見ると女はいなくなっていた。もしも人が落ちていたなら駅員さんに言わないと、いや、でもありえないと思う。でも、考えているうち降りる人が終わって周りの乗客たちが電車に乗り始めた。 後ろの人にせっつかれる形で僕も乗り込み満員の電車に収まった。結構飲んでたし見間違いだよな。自分にそう言い聞かせながら電車に揺られ帰宅した。家に着いた頃には2時間ぐらい経っていたこともあり結構酔いは覚めていた。もういい時間だし。 風呂に入って寝ようと思って風呂場へ行った。体を洗っている時妙に寒気を感じて換気のため家を出る時窓を少し開けていたことを思い出した。立ち上がって窓に手を伸ばそうとしたその時またありえないものを見た。窓の隙間にさっきの 不自然に白い女の顔が闇に浮かんでいた。また目があった。短い悲鳴を上げて、今度は後ずさりし、転んで尻餅をついてしまった。窓から目が離せない。女もこちらを見ている。僕の部屋は二階だし、風呂の窓の周りには、 屋根とかそういう足がかり的なものはない。つまり、この女は、風呂から飛び出し、一目散に部屋に駆け込んで服を着た。僕は何もしてない。なんで見てるんだそう思っていると、部屋の隅から、カタンという音がした。反射的にそちらを見ると、 それはクローゼットが開く音だった。クローゼットの扉、その隙間に女の顔があった。理不尽な恐怖を感じて、半分切れ気味になっていたと思う。わあと叫びながらクローゼットを強く閉めた。衝動的に家から出ようとも思ったんだけど、 これって明らかについてきている。それならどこに行っても同じだと思って、もういいや、寝よう。と変な方向に決意して布団に入り毛布を深くかぶった。なるべく意識しないよう目をつぶっていたけど、部屋で物音がするたび心臓がバクバクと高鳴った。 知らん知らんと思いながらなおも寝ようと頑張ったしばらく経って物音が落ち着いた少し安心したがそれはさらに追い打ちをかけてきた明らかに布団の中僕の耳元でずっと見てるから と聞こえた。繊維喪失。もう無理。となったところで意識が飛んだ。でも本当に原因が思い当たらないんだ。なんであいつは僕を見ているんだろう。あれ以来隙間が怖い。 廃屋の女。突然ですが、皆さん、プリンプリン物語って知ってますか ?30 年ほど前、子供たちに人気だった人形劇だ。内容はうろ覚えだが、プリンプリンという女の子を中心にして、仲間と旅をする物語。 いろんな国を回っていろんな人が出てくるのだが、その中でも強烈なキャラクター、ルチ将軍という人物がいた。ルチ将軍はスキンヘッドで後頭部が異常に発達していて、知能指数が1300という脅威の軍人である。その頃小学生だった僕のクラスに、 後頭部が出っ張っている奴がいて、当然のようにあだ名はルチ将軍だった。ルチは明るく人気者で、そのあだ名を最初は嫌がっていたけど、そのうち開き直り、授業中先生に褒められると、そりゃあ先生、知能指数は1300だから、とみんなの笑いを誘っていた。 そんなルチだったが、ある時からなぜかクラスの女子から嫌われ始めた。理由は覚えてないが、一部の女子から嫌われ始め、しまいにはクラスの女子全員から嫌われるようになったのだ。男子はそんなこともなく、一緒に遊んだりしていた。いじめというのは、 今も昔も変わらず残酷なもので、昼休み、僕と A とルチの三人で遊んでいると、クラスの女子がやってきた。その女子は、うちから持ってきたんだけど、これあげる、と飴をくれました。ほんとサンキュー。ありがとう。と、僕と A が受け取り、 僕が、ルチの分はと聞くと、その子は、二つしかないんだよね。と、ニヤニヤ笑っている。映画、ルチ、俺の分やるよ。と渡すと、女子は怒ったように、あんたにあげたんだよ。他の人にあげるなら返して。と突っかかってきた。あからさまな態度に頭に来て、 僕が飴を返そうとすると、ルチは笑いながら、お前らもらっとけよ。俺は歯が痛いからいいんだ。と言いました。俺ちょっと保健室行ってくる。と、ルチは教室から出て行ったのです。A がルチを追いかけて行きましたが、僕はその女の子に、 なんであんなことするんだよ。ルチがかわいそうだろう。と言うと、その子は意外なことを言いました。だって、ルチって気持ち悪いんだもん。学校帰り、人形とお医者さんごっこしてるの見たってみんな言ってるよ。お医者さんごっこぐらいなんだよ。って、人形とそうだよ。嬉しそうに。 変態じゃないのあんたらもルチと遊んでると仲間外れになるよ。そう言ってその子はいなくなった。まさか。そう思いながらも、確かにルチとは学校内ではよく遊ぶが、外ではあまり遊んだ記憶がない。放課後、あの子の話が気になった僕は、 ルチの後をつけることにした。ルチに見つからないように距離を取りながら気分は探偵だった。それにしてもルチの家ってこっちだっけしばらくするとルチは道路脇の土管を覗き込んで人形を取り出した。随分大きな人形だった。 ルチはそれを手に取ると、柵を乗り越えて原っぱへ出た。そこは草刈りをしていないようで、僕の胸ぐらいまで草が生えていた。身をかがめ、草をかき分けながら前へ進むと、ルチの笑い声が聞こえてきた。気づかれないようにそっと近づいていく。見えない。 もう少し近くに、と思っていると、お約束のように落ちていた小枝を踏んで、ルチに見つかってしまった。たける、俺の後ついてきたのかルチにそう言われて、ついてきたっていうか、<笑>と笑ってごまかそうとしたが、ルチが手にしているものを見て固まってしまった。 汚い裸の人形で、なんというか薄気味悪い。大きさは60センチぐらいはある女の子の人形。目は白目で口角が上がっていた。ルチ、ルチこそこんなとこで何してんだと尋ねると、ルチは恥ずかしそうに、お医者さんごっこ、と言った。 お医者さんごっこって、人形と何今なんて言ったミキちゃんは人形じゃない。生きてるんだ。あまりのルチの勢いに、僕は驚いた。ルチの様子が尋常じゃなかったので、怖くなった僕はルチに合わせた。ごめんごめん。僕の見間違いだった。 それ、ミキちゃんって言うんだ。いつも一緒に遊んでるのかああ、かわいいんだぜ。もしかして、タケルも一緒に遊びたいのか遊びたいんだろミキちゃん、タケルも一緒にいいかなうつろなルチの目に寒気がした。大変なことになった。微行なんてするんじゃなかった。 こんな時、えがいてくれたら、と思っていると、雨が降ってきた。チャンス、これで帰れる。だがルチは、このままじゃ濡れちゃうな。そうだ、ミキちゃんの家に行こう。と、右手にミキちゃんを持って、左手に僕の手を握って走り出した。帰りたかったが、 ルチの力は半端ではなく、振りほどくことができなかった。連れて行かれたのは、野草園という施設の裏にある、廃屋の一軒家。通称、悪霊の館。学校で噂の心霊スポットだった。一家惨殺されたとか、呪いの鏡があるとか、曰くつきの場所だ。 ルチ、遅くなったら怒られるから僕帰るよ。そう叫んでもルチは何かブツブツ言って聞いていないようだ。ルチは入り口の扉を開けて僕を引っ張り中へ入った。中は窓からの光が差し込んでいるが薄暗く雲の巣だらけだった。なあ、もういいだろ 帰ろうよ。ルチは相変わらずブツブツとつぶやくだけ。怖いのということを聞いてくれないルチに腹を立てた僕は、いい加減にしろとルチの頭を叩いた。するとルチは僕の方を向いてケラケラと笑い出し、ミキちゃんのお母さんだと叫んだ。 背後から冷たい空気が触れるのを感じた。汗のせいか張り付いた T シャツがひどく冷たかった。振り向くことができず震えているとものすごく強い力で肩を掴まれた。いや、やめて。無理やり後ろを向かされる。そして見てしまった。 ぼさぼさの髪をした女。獣のように吊り上がった赤く光る目。それは女とは思えないような低い声で言った。返せ、返せ、人形、返せ。人形それはミキちゃんのことだろうか ルチその人形、人形を離せ、早く女から目をそらし、うわずった情けない声で叫ぶ。すると突然、バタンと大きな物音がした。ルチおい、どうしたんだよいつの間にか体は軽くなっていた。 ルチの方を振り向くと、そこに女と人形の姿はなかった。ルチが床に倒れているだけだ。ルチ、起きろ、ルチ。気を失ったルチを何度もビンタすると目を覚ました。大丈夫か、ルチ。こんなとこさっさと出よう。あれ、ける 俺なんでこんなとこいんのいいから早くルチの手を引っ張り慌てて外へ飛び出すと雨は上がっていた。ルチに聞くと今までのことは記憶にないようだった。僕が今あったことを話すとルチはうつむいて。俺さ、女子に無視されてただろ だから、噂になってるこの家に一人で来たら見直されると思って。だけど、目の前まで来たら怖くなって引き返そうとしたんだ。そしたら外に人形が落ちてた。拾ってみたら急に涙が流れてきて人形がかわいそうに思えた。それがミキちゃんか。 僕がそう聞くと、ルチは不思議そうに、ミキちゃんと聞き返した。どうやら名前をつけた覚えはないようだ。こんな大きな人形だし、家にも持って帰れないから隠してたんだ。学校から帰る途中で毎日寄ってたんだけど、不思議とその間の記憶がないんだよな。 気持ち悪くなって行くのやめようって思っても自然と人形のとこに行っちゃうんだ。そう話すルチの顔は青ざめていた。人形は廃屋にいた女が大事にしていたものなんだろうか。真相はわからないが振り向くと廃屋の窓辺に立つ女と女に抱かれた 小さな女の子がこちらを見つめていた。おごめご様。おごめご様というのがいる、といとこから聞いた。何でも小学校に出るらしい。その小学校には僕も通っていたんだけど、 校舎が旧館と新館に分かれている。その二つの塔をつないでいる渡り廊下のそば、植え込みの陰に隠れるようにポコンとした岩が置いてあった。人抱えもある黒っぽくて丸っこい、何の変哲もない岩だ。僕がいた頃は墓石だという噂があって、 誰も触ろうとはしなかった。六年生の誰それが肝試しでその岩を蹴っ飛ばしたが、交通事故にあって目が見えなくなったとか、昔二階の渡り廊下から落ちた奴がこの石で頭を割ったとか、岩の下には子供が埋まっているとか、まことしやかに囁かれていたものだった。 どうやらその岩が新たな変化を遂げたらしい。このゴールデンウィークにお茶工場をしている祖母を手伝うため田舎に帰った時のこと。いとこが目を輝かせて内緒話をするように僕に話しかけてきた。兄ちゃん、おごめご様って知ってるいや、知らない。 何それすると、いとこは、あからさまに落胆した顔をした。よく聞いてみると、学校におごめご様が出る。クラスでおごめご様は、いい神様か悪い神様かで揉めたことがある。卒業生の兄ちゃんなら知ってるだろうと思った。ということらしい。 おごめご様なんて知らなかったので、詳しく聞いてみると、どうやら僕たちが墓石だのなんだのと言っていた、あの岩のことらしい。おごめご様はね、いい神様なんだよ。おごめご様にちゃんとお願いすると、何でも叶えてくれるんだって。ゆきちゃんとたえちゃんが試したってさ。と、 いとこは一生懸命言っている。うーん、あの恐ろしかった岩が今じゃ子供たちの神様なのか。と、なんとなく懐かしいような気分になった。僕はいとこに尋ねた。ちゃんとお願いするって、ちゃんとってどういうことあのね、おごめご様の前でね、呪文を唱えて、 おごめご様の足と頭を撫でながらお願いを言うの。それでまた呪文を言って、かなったら自分の髪の毛をおごめご様の後ろに一本置くんだよ。いとこはそう答えた。また随分とオかカルティックなことだ。呪文というのは、まずはじめに、かまかまかま。おしまいに、 こもこもこもというのだそうだ。頭というのは岩のてっぺんで、足というのは岩の下の方。こりゃあ、絶対、高学年のオカルトマニアか誰かが作ったな、と思いながら、ふと気になったことを聞いてみた。ゆきちゃんは、おごめご様はいい神様だと思ってんの 当たり前じゃん。お願い叶えてくれるんだよ。じゃあさ、悪い神様だっていう子たちは、なんで悪い神様だと思ったんだろうね。すると、いとこは思いっきり顔をしかめた。おごめご様がお化けだっていう子たちがいるんだよ。おごめご様が出たっていうの。どんなの 渡り廊下の隅っこにね、白い子供が仰向けに寝てるんだって。大の字に広がってて、頭だけこっち向いてて、それで、めごめごおごおごって言うんだって。だからおごめご様なんだって。そう言って、いとこのユキは、下手くそな絵を描いてくれたんだが、それがまた、何とも言えない不気味さだった。 おごめご様は頭をこちら、足を反対側に向けて寝転がっている。その頭がこう、くっと立てられているのだ。まるで首だけでブリッジをしているみたいな感じ。ゆきがまた言った。最近、おごめご様が出るからって、下の廊下通んない子もいるんだよ。 どうやら、このおごめご様は、いい神様にしろ、悪い神様にしろ、相当学校で流行っているようだった。その場は、祖母からお呼びがかかってお開きになったのだが、面白くなったのはその後だ。結局、学生の気楽さで、平日も自主休校して、二日から六日まで、 お茶の手伝いをして、明日は帰るかという、いつかの晩のことだった。いとこのきはもう寝ており、ばあちゃんと父と母、僕で、夕食後に、のんびりと酒を飲みながら話していた。大体はお茶の話で、今年は3月から冷えた日が続いたから、いまいち、 葉っぱの出が悪かったとか、この辺ももうお茶を継ぐ人がいないから大変だとか、そんな愚痴を話していたんだが、そのうちふっと思い出して、おごめご様の話をしてみた。そういや、雪の学校でさ、なんか変な神様が流行ってんだって、おごめご様とか言ってさ。すると、 ばあちゃんがぎょっとした顔をした。それ、本当かおごめごらしいよ。よくわかんないけど、願いを叶えてくれるやら、おばけやら、諸説あるって。はあ、まさかゆきは触っとらんだろうね。ばあちゃんは、本当に驚いたような顔をしている。 両親はきょとんとしていたので、僕は二人におごめご様の説明をした。すると、父が膝を叩いて言った。ああ、知ってるぞそれ。俺の時は何だったかな。なんだか新館を建てるとき、山を削ったら、山の中にあの石があって、邪魔だからって掘ってみたんだな。 そしたら下から壺に消し摘みだか骨だかが入ってたのが出てきて、こりゃあなんだか曰くのあるもんだろうってことで、お払いをして岩をあそこに動かしたとかなんとか、そんなんじゃなかったかな。初耳だった。墓石というのもまんざらガセではなかったらしい。聞けば、 僕たちが噂をしていた、二階から落っこちた奴というのは、親父の四つ上の男子なのだという。窓のそばでふざけていて、身を乗り出しすぎて落ちたんだそうだ。確かにあの岩に頭をぶつけて危なかったが、亡くなってはいないという。父がばあちゃんに言った。 ばあさんも知ってるのか、あれ。子供だけの噂だと思ってたわ。すると、ばあちゃんは呆れた顔をした。知ってるも何もあんた。ありゃ、S んとこのもんだ。S。ほら、じいさんの鳩子が、後取ってからすっかり潰れただろう。山ももう持ってられんくなったんだな。 ちょうど学校を広げるっつーから県に売ったんだ。近所でもずいぶん止めたが、聞きゃしない。おいで、山つぶして学校にして、すぐに S んとこの家も焼けちまっただろうが。S というのは、この辺に多い名字で、今話題になっているのは、うちの裏手の方。 山際のエスケだ。小さい頃からあまりいい噂を聞かない家だった。焼けたという割には立派な家に住んでいる。ばあちゃんが続けた。それでまあ、移すときも大変だったよ。わざわざよそから拝む人を連れてきてさ。だから触るなって言ったのにな。 え、その山にあったのって、なんかまずいもんだったのあまりにばあちゃんが嫌そうに言うので、思わず尋ねると、ばあちゃんは顔をしかめていった。あれはさ、エスんとこで持ってたもんだで、なんでも子供の神様でな。よく祟た,たるんだな。母ちゃんによく言われたよ。エスの山には入るなって。 あれって、おごめごさまって言ってたの昔から。おごめごって言えば、男の子と女の子のことだな。うちらはなんて呼んでたかな。やっぱり、おごさまとか、おごめさまとか言ってたな。S と仲いい家ってなかなかないだろう。たたられるからだ。ここから先は、 学校の増築を推進した地主の家の悪口や山の値段が下がった話やらになった。以上で大体の話はおしまい。もともとは S の家の神様だったものが学校の中へ移って、しかも学校の階段になっているのが僕には面白く思えた。それにしても、 親父の頃も僕の頃もおごめご様なんて言わなかったのに、なんで今になってそんな名前が出てきたんだろう。神様の方は誰かの創作だとして、お化けの方のおごめご様って誰か見た人がいるんだろうか。っていうか、おごめご様って何なんだろう。謎は尽きないけど、 とりあえずおしまいです。聞いてくれた方、ありがとうございます。大量の地蔵。夜中、一人で道を歩いていると、何かの表紙で、急に怖くなることってありませんか その時の行動って人それぞれだと思うけど、恐る恐る後ろを確認する人も中にはいますよね。普通は振り向いた時の視線ってまっすぐ見ますよね。つまり誰かまたは何かがいないかを確認するのだから、当然人間の背の高さを無意識に見るわけです。 でも僕の場合は、これを意識的にしているんです。ある話を聞いてから。十数年前の話ですが、僕たちも十八歳になって、ちらほらと仲間内に車の免許を取る人が出始めました。で、夜なんかにみんなで集まっていると、ドライブでも行くか。 となるわけです。じゃあ、どこにするなんて感じから、心霊スポットへ肝試しに、というのが、だんだん定番のコースになっていった。それはもう、いろんなところへ行った。三、四台の車で、ワイワイ、ガヤガヤと。結構、軽い乗りで楽しんでいた。 そんなある日の夜、僕はいつものようにたまり場で数人の友達と喋っていた。そしたら友達の A が真っ青な顔で現れたんだ。その後ろには女友達の B 子に肩を支えられて泣きじゃくっている A の彼女 C ちゃんがいた。B 子も 表情が硬直していて、ガタガタ震えていた。その様子に僕たちも死因となってしまって、とりあえず彼らが落ち着くのを待ったんだけど、A はタバコに火をつけるのもままならないほど手が震えていて、僕がつけてあげたのを覚えている。しばらく経って少し落ち着いたのか、A が こんなことを話し出した。実は、肝試しに行ってきたんだ。B 子が学校で新しい場所を聞いたって言うから、C ちゃんも誘って三人でさ。なんか、地蔵がたくさんあるところでさ。B 子の聞いた話だと、その地蔵の表情が、見ているうちに変わるんだって。 それぞれ、懐中電灯で照らして見てたんだよ。そんなに長い時間じゃなかった。そしたら、B 子が、俺の横に来て、小声で言うんだ。帰ろうって。どうしたんだよって聞くと、無言で、俺と C ちゃんの腕を掴んで、出口の方へ引っ張ってくんだ。車のところまで戻って、 ようやく B 子が教えてくれたんだよ。あそこのお地蔵様、全部表情が変わったって。そんなわけないんだよ。俺だって見てるんだから、変われば気づくじゃん。B 子にもそう言ったんだよ。そしたらさ。私、実は昼間にもここに来たんだ。その時はお地蔵様の顔。 みんな微笑んでたの。ゾッとしたよ。だって俺が見た地蔵はみんな怒ってる顔なんだから。と、ここまでが A の話。その話を聞いていて、僕も全身の鳥肌が立ったんだけど、A たちの体験にはまだ先があった。その時さ、 急に C ちゃんが悲鳴を上げながらうずくまっちゃったんだよ。俺も心臓がバクバク痛かったけど、どうした大丈夫かってーちゃんの横にしゃがんだんだ。そしたらーちゃんが、いや、いやって言いながら顔も上げず指をさすんだ。反射的に俺、見ちまったんだ。その方向。 やめときゃいいのに。ちょっと上の方だった。最初はそれを見つけられなかった。不思議なもんだよな。あまりにも異常な光景だと脳みそが現実を拒否すんのかな。目には映ってるはずなのに、それを理解できなかったんだ。でもしばらくして違和感に気づいたんだ。 電信柱、先端の方。横に向かって何かが伸びてたんだ。目を凝らしてよく見ると、それ足なんだよ。人間の太ももから下が一本。A がここまで話すと、泣きやんでいたしちゃんが、また泣き出してしまった。もう、 反響乱の状態だった。さらにはビーコまで泣き出した。その日、僕らは誰一人家には帰らなかった。正確には怖くて帰れなかった。そのままその場所でみんなで夜を明かしたんです。で、その日を境に肝試しをすることはなくなって、 僕は夜道で上を向けなくなってしまったんです。一人夜釣り友人から聞いた話です。友人はバス釣りをしているのですが、夜の方が魚の警戒心が薄れ、大物が釣れやすい。 という話を聞いて、夜釣りに出かけたそうです。彼が向かった釣り場は山の中にある池で、彼の家から車で40分ほどの人に知られていない穴場ということでした。準備をして夜中の1時頃、家を出発して音楽を聴きながら山道を どんどん登っていきました。山道に差し掛かったとき、突然キーンという耳鳴りが起こり、続いて軽い頭痛を感じたそうです。山に来たからかなぁと思って、特に気にせずそのまま家地へ向かいました。薄暗い月の光に照らされた池は、 ものすごい雰囲気で、何か大物が潜んでいるかのようでした。しかし、いざ釣り始めると、竿の先にコツンコツンと当たりはあるのですが、なかなか釣れなかったそうです。時折、バシャンという音が聞こえるので、魚はいるはずだと彼は思って粘りました。 一時間ほど経った頃、巻いていた糸が急に重くなり、巻けなくなりました。どうやら寝がかりしてしまったようです。結構高いルアーだったので惜しいと思った彼は、いろいろな方法を試してみましたが、どうなっているんだと思ってライトを向けてみると、水面から顔を半分ほど出した女が、 こちらを見ていました。その顔は両目がなく、真っ黒な二つの穴がこちらをじーっと見ていて、濡れた髪の毛がピタッと頭についていたそうです。ライトをそらすこともできず、あまりの恐怖に彼はその場に座り込んでしまった。そうして、 しばらくその異様な光景を眺めていました。すると、ぼちゃんという音を立て、その女は水の中へ消えました。もはや釣りどころではない彼は、急いで竿を持ち、糸を切って逃げ出しました。車に乗り込んで、自分は何も見てないと言い聞かせ、山道を下っていきます。 最初に耳鳴りと軽い頭痛を感じた場所へ来たとき、ボンネットにドンという衝撃があり、彼はそこで急ブレーキをかけました。しかし、車には何かにぶつかった形跡がありません。そして、そこでミラーを確認すると、車の背後にその女はいました。 ミラー越しにこちらを見ている女は笑っていました。先ほどは見えなかった口を歪めて笑っていたのだそうです。彼は悲鳴を上げ、その場から急いで去りました。今から家に一人で帰る勇気はなく、近くにあった漫画喫茶で朝を迎えました。 彼が家に帰ると部屋の前にあの時なくしたルアーが落ちていたそうです。こんなところまでついてきている。大変なことになったと感じた彼はあの日と同じように準備をして知り合いに紹介してもらった住職にお払いをしてもらいに行きました。 住職に事の天末を説明し、彼はお払いを受けました。住職が言うには、人ならざる者は水辺に集まりやすく、山はその力が強まりやすいのだそうです。連れてきてしまった女はとても強く、完全に払うことは難しいそうで、 相手が山へ帰るのを待つということでした。街に降りてきて獲物が見つからなければ徐々に力が弱まってゆき、回復のため山に戻るということでした。それまではできるだけ女と関わらず、見えても気づかないふりをしなさいと言われました。お札を5枚もらって、 釣り具と車もお払いをしてもらって、彼は家路に着きました。その女は、それからも頻繁に姿を現したそうです。人混みの中にいたり、物陰からこちらを伺っていたり、車に手形がついていたり。しかし、月日が経つにつれ、その数も減っていったそうです。 完全に見えなくなった頃、玄関に貼っていたお札もボロボロになっていました。それから彼は夜釣りには行かなくなりました。今でも時々テレビを見ていて、行方不明者や身元不明の遺体が山で発見されたというニュースを見ると、テレビ画面の端に あの女が見える気がするそうです。友人の話は以上です。奇妙な作文学校というのはなんだかんだでよく妙なことが起こる。年度末には 卒業に向けて学校全体で文集を作ったりしますよね。卒業生のだけではなくて、全学年分の文集。各クラス、テーマごとに短い文章を生徒に書かせるもの。そんな文集の中でも、低学年の子に限って起こる妙な話がある。 やっぱり低学年だと時折不思議な日本語を使ったり何のことだみたいな文章を書く子供はそれなりにいる。そんな時は大体そのクラスの担任が手直しをしたりして体裁を整えるんだけどそんな中で理解不能な作文を書いてくる子供がいる。理解不能といっても 文章自体は別段文法も間違っていないし言葉を間違えているというわけでもないんだけどその文章の意味するところが全く不明瞭な作文を書いてくる。で、こういう作文が出てくるとまたかってなるんだ。明らかに 頭の中がお花畑な文章とは違って、わかるけどわからない。この手の作文を書いてくる子供が必ず現れる。それだけならまあ、稀にこういうことがある、みたいな話で済むんだけど、ところがそうもいかなくて。この手の作文が毎年出る。必ず出る。 変な作文を書く子が毎年現れるというわけではなく、毎年同じような共通性のある変な作文を書く子が出てくるということ。でも、それを書いてくる児童にはそれらしい共通点はない。方や成績優秀で作文が得意な子だったり、方や明るくて元気な 運動好きな子。他にもゲームが好きな子とか、無論少し内向的だったり、いささかの事情がある子もいる。そんな風に毎年共通性のない子たちが同じような共通性を持った意味不明な作文を書いてくる。そんな子供たちは知らない。 先生たちの間での七不思議のような話。ちなみにその作文というのは、家庭科室の窓でお姉さんとたくさんお話をしたよ。〇〇のこととかをたくさん教えてもらってさよならしたよ。みたいな内容。家庭科室、お姉さん。 というのが大まかな共通項で、他にも N さんという人の名前が出てくることもある。そこで子供たちは、そのお姉さんとあることについて話したり、絵を描いて見せたりしているらしい。他の先生に聞いたところでは、髪が長いとか、帽子をかぶっているとか、そういう 付加情報が書いてあることもあったそうだ。総合すると、髪の長い優しそうなお姉さんで、名前は N さん、ということになる。年齢はよくわからないけど、低学年の児童の目から見てお姉さんなので、勝手に20代ぐらいではと思っているけど、当然、 学校の中に該当しそうな人はいない。一時期は不審者が校内に入ってきているのではみたいなことになったけど、結局それらしい目撃情報もなかった。というか、あまり不安を煽ってもどうかと思う。ということで、公にしてどうのこうのみたいなことはなかった。 実害もなかったし、なんだかんだでうやむやになったのだ。それで、この作文は毎年恒例になっているので、この N さんに関連した作文を書いてきた子には、やんわりと別の思い出を書こうね、と促している。意外とみんな素直に別の作文を書いてくるし、それは普通。 ちなみに、そういう体験をした N さんに会ったみたいな話が児童の間では意外というか全く広まっていないらしく、文集の作文でしか聞いたことはない。なんだかよくわからないけど、実害はないし放っておこうというのが学校側のスタンスだけど、個人的には 何かあってからでは遅いのではと思う。でも、実際自分が見たわけでも体験したわけでもなく、児童の作文の上での妙な出来事なので、実際どうにかしろと言われても、どうしたらいいのかということになる。そんな作文が今年も出てきた。 ちなみに、家庭科室というのはフェイクではあるんだけど、その部屋は校舎の2階にあって、窓はあるけどベランダはない。なので、お姉さんと窓のところでお話をしたというのを読んだときは少し怖かった。 子供の作文について投稿したものです。いくつか補足をしておきます。まず、あの話を読んでくださった方の中で、幽霊なのではみたいなことを言う人がいたのは意外でした。個人的にはなんだか、そういう霊的なものではない印象があった。 じゃあ何なんだと言われても説明しにくいけど、何がしかのきちんとした存在なのではと思っている。幽霊だとしたらもっと子供たちの作文も破綻していると思うし、何よりもっと子供たちの中で騒ぎになっていてもいい気がする。なんとなく悪いものではないだろうというのはあるけど、 お姉さんの名前を N さんとイニシャルにしているのは珍しい苗字なので一応ということで。一時期事務員にその N という名字の方もいたけれどその人は男性でした。自分が知る限りでは児童の中に N という名字はいたことはないです。 同じく知る限りわかる限り、事件事故などで亡くなった児童というものもいません。家庭科室はフェイクと言いましたが、これも一応念のためということにしておいてください。その部屋はよくある一般的な特別教室というもので、ある学校もあればない学校もあるのでは というような教室です。特にそこで何か事件や事故があったということはないです。詳しく調べてみようにも、下手にその児童に根掘り葉掘り聞くのも、かえって騒ぎ立てることになりそうだし、何より低学年ゆえに正確な話が聞けるかどうか、みたいなところもあるので、 結局は、いろいろなところがうやむやなままだそうです。ちなみに、作文を書き直させるという対処の方法は、少なくとも12、3年前にはすでに定着していたそうです。このあたりも、今更根掘り葉掘り聞くのも変な風に思われそうなので、あまり深いところまでは聞けなかったので、 それ以上前のことは残念ながらちょっとよくわからないのです。長くなりましたがとりあえず作文の話は以上です。母の電話聞いてください。一人だと頭がおかしくなりそうです。 僕は死がないサラリーマンです。1K の安アパートに一人で住んでいる。今は結婚していません。おそらくこのままずっと一人だと思う。で、うちから徒歩5分ぐらいの距離に血のつながったおばあちゃんが一人で住んでいる。百歳近い高齢だけど、 足腰はしっかりしてるし、自分のことは対外できるし、週に3回ぐらいヘルパーさんにも入ってもらっているから、なんとか施設には行かず、自宅で暮らせている。僕は介護はできないので、2週間に一度顔を出す程度だった。1週間前にも様子を見てきたけど、 多少暑さに巻いているくらいで、すこぶる元気そうだった。で、つい昨日の夜のこと。母の携帯から電話がかかってきたんだ。ばあちゃんが亡くなったって。本当に驚いた。頭がおかしくなりそうだった。そんな僕に、母は冷静な声で言うんだ。 自分は今手が離せないからお前が葬儀屋に連絡しろって。近所の葬儀屋の名前と連絡先を伝えて電話は切れた。でも僕は連絡できなかった。本当に驚いたし何よりも怖くて仕方がなかったからだ。すると、 また母から電話がかかってきた。今度は寺に連絡しろと言う。うちのかかりつけの寺の名前を言ってすぐに連絡しろと。で、葬儀屋の名前も忘れず伝えておけと言うんです。そんなことできるわけがない。すると、またしばらくして、 母から電話がかかってきた。今度は親戚に連絡しろと言うんです。本当にもう頭がどうにかなりそうだったので、僕は言いました。母ちゃん、なんで電話してくるんだ僕の母は半年前病気で亡くなっているんです。 携帯だって僕が間違いなく解約したのになんでかかってくるんだろう。すると電話の向こうで母は黙ってしまった。ずっと長い間黙っていて最後に <coughs> 下打ちが聞こえて電話が切れた。ちなみに父親は もっと昔、ガンで亡くなっている。うちの両親は、ばあちゃんと同居していたので、父親が亡くなってからは、ずっと血のつながらない母が、ばあちゃんの面倒を見ていたんです。自分が亡くなるまで、ずっと。本当に怖くて仕方がなかったんです。もう亡くなっている母が、 まだ生きてるばあちゃんを死んだ者として、粛々と葬儀の準備を進めさせようとしたことが、怖くて仕方なかったんです。泣けばいいのか、謝ればいいのかわからない。ちなみに、中国地方と九州に、おじさんとおばさんがいる。 相談するにしてもなんて言えばいいんだろう。母からこんな電話があったなんて言えそうにない。悪夢の箱。十歳の頃、二三週間くらい、ひどい悪夢にうなされ続けたことがある。 子供の時だから記憶が曖昧だけど母親の話では僕は毎晩絶叫しながら床を転げ回って喉をかきむしっていたという朝起きると寝汗をぐっしょりとかいていた一晩だけならいいこれが毎晩続いていたのだ寝るのが本当に怖かった あっという間に寝不足になった。骸骨のように痩せて、顔色が粘土のようになった。医者とか自傷霊能力者に見てもらったんだけど、原因は全くわからない。相変わらず、のたうちまわる夜が続いた。そのため、両親も痩せてしまった。 二人の方がよっぽど病気なんじゃないかと僕が思ったくらいだ。はじめに言った通り、僕は二三週間で救われるわけだが、恩人となったのは、霊能者でも坊主や勘主、神父や牧師でもなかった。正解は、催眠術師。催眠術師といっても、 アマチュアのおじさんなんだけど、父親が軽い恐怖症を簡単に治してもらったことがあるそうで、その縁で僕も見てもらうことになった。催眠術師なんて、と思っていたけど、僕は父親に似て暗示にかかりやすい立ちだと判明した。そのおじさんがとった作戦は、 僕に悪夢を忘れさせることだった。奇妙なことだが、僕は夢の中身を起きた後もはっきりと覚えていた。催眠術師の先生は、家をかたどった和紙に夢の内容を書かせた。思い出すのも苦痛だった。嫌な作業だった。 先生はその和紙を箱に入れて、蓋にお札を貼り付け開かなくすると、僕と二人だけしかわからない、ある場所へ隠した。具体的には言えないが、箱を取り出そうとすれば簡単にできるけど、他人には絶対見つからない場所、とだけ言っておく。両親でさえもわからない場所だ。 先生は悪夢はこの中に閉じ込めたから怖がることはないと言ってくれた。自分が箱を開けなければ大丈夫とのこと。これが不思議にズバリと当たって僕は悪夢から解放された。僕たち一家が先生にどれだけ感謝したかは想像に任せる。でも、 悪夢の種の詰まった箱は、まだ僕の手の届くところにあるのだ。これがずっと心の片隅に引っかかっていた。大学卒業の折、帰省した時、そうだ、あの箱はと思い出した。思い出したら気になって仕方なくなった。 当時の夢がどれだけ恐ろしかったか自分が一番知っているのだが、さすがに内容なんて忘れてしまっている。怖いという感情は確かにあった。だが子供の頃の恐怖なんて得てして大人から見るとちゃっちいものだ。今の僕は当時の先生の言葉が 自分にどんな暗示をかけていたのかなんとなく推測できる。手品の種もすっかりわかっている。僕は当時の恐怖を白日の光のもとにさらけ出して笑い話にしたかった。そう思ってこっそりと箱を取りに行った。蓋にかぶさったお札が見える。 先生に霊能力はないと思ったらかなりちゃちいものだった。剥がそうとお札の端を爪でこすった。すると唐突に10年間忘れていたはずの夢の内容が脳の中で再現を始めた。僕は和室にいて明かりの差し込む障子を見ていた。縁側にある 竹笹の影が落ちていた。一番上の列の窓一枚分だけ、きれいに四角く切り取られて、そこからニヤニヤと笑っている、福々しい中年のエビス顔が覗いていた。だが、顔だけなのだ。障子には笹の影が揺れるだけ。そいつの胴体の影は、 一切映ってなかった。僕の背中には両開きの襖があった。奥には襖に仕切られた部屋が延々と続いていることも分かった。こう、こう、と小さな鳩の鳴き声のようなものがかすかに聞こえた。続いて、 という音がし始めた。だんだん大きくなっている。襖を次々と開けて、何かがこちらへ全力でかけてきているのだ。ケラケラと男の笑い声が、腹の底から楽しそうな声が聞こえた。それはだんだん大きくなっていった。僕は凍りついた。 絶対振り向いてはいけない。それだけは確信していた。たーん、たーん、たーん。と、僕の背後の襖が開いた。そいつは、僕のうなじに生臭い息をかけた。<laughs> そして、 ぼそりと耳元で、僕に何かを囁え、かたん、という音で、我に返った。気づけば、箱を取り落としていた。僕は、元通りの位置に箱を戻して、まっすぐ、家に戻った。だから今でも、悪夢の箱は、そこにある。 抜け落ちたシーン数年前僕が体験した話某動画サイトでオカルト系の動画を視聴していた時のことその日僕は猛烈に暇だったのでずっと心霊動画巡りをやっていた夏だったので友人と怖い話で盛り上がりたいとか考えて ネタ探しも兼ねていた。でも、有名どころの動画はだいたい見尽くしてしまって、だんだん、これはと思える心霊動画が見つからなくなってきた。そんな時、ふと関連動画のところに目をやると、一覧の中で、ひときわ目を引いたサムネイルがあったんだ。少し、 白黒っぽくて、確か廃墟のように見えた。そんなに派手なサムネイルではなかったが、僕は廃墟の空気感が結構好きだったので、おこれは心霊スポットの探索動画かと少し期待して動画のタイトルを確認してみた。でも、その文字列を見て、僕は一瞬、 ぽかんとなった。なぜかそこには意味不明の記号だけが羅列されていたんだ。まあ今から考えればその時点でなんだかおかしかったんだけど、その時は文字化けかなという程度にしか考えてなくて、僕はそのままサムネイルをクリックしてしまった。 早く廃墟の動画が見たかった。ところが、いざ動画が始まってみると、全然予想と違っていた。それは確かに、モノクロの動画だったんだけど、廃墟だと思っていたのは、ボロボロの畳の部屋だった。空き家になったばあちゃんちが、ちょうどあんな感じだったと思う。 泥みたいなものが散らばっていたり、壁の木が腐っていたり、白黒だから細部まではわからなかったけど、多分そんな感じ。で、再生が始まると、まず変な音楽が流れてきた。ぽーん、ぽーん。という無機質なピアノの音で、 それがずっと同じ分散和音を不定期に鳴らしてくる感じ。でも、それよりも先に映像の意味不明さに気を取られた。先ほど言った通り動画は白黒映像で、そこは畳の部屋なんだけど、画面の中央に障子があった。 サムネで気づかなかったのは、その障子があまりにも破れまくっていて、若干原型を失いつつあったからだった。上半分は紙が完全になくなっていて、木の枠だけの状態。下半分も拳台のサイズの穴ぼこだらけで、ひどくみすぼらしい。そして、 その障子の向こうに誰かが立っていた。頭に紙袋みたいなものをかぶって顔を隠していて、両手を髪のなくなった障子の枠からこちらに向かって突き出し、しかもその腕を狂ったようにめちゃめちゃに振り回していた。不気味な音楽と一緒に、 そいつがわさわさと腕を動かす音がずっと聞こえてくる。僕は、なんだこいつみたいな感じでぼーっとそれを眺めていた。すると、動画の半分ぐらいまで進んだ時、パッと場面が切り替わった。今度は神社の境内みたいなところだった。 石畳の上に紙袋をかぶったそいつがうつ伏せになっている。そこで急に音楽が変わって、わーんというバイオリンのうねる音みたいなものが鳴ると同時に、その紙袋をかぶった男がむっくりと起き上がった。と思ったら、またさっきの和室に、 パッと場面が戻って、再び腕をわさわさし始める。その後は何もなく、意味もわからないまま、その動画は終わってしまった。でも、問題はこの後だったんだ。なんだったんだこれ。怖がらせようとしてんのかそんなの通用するか。 などと考えながらコメント欄を見たんだけど、一切コメントはついていなかった。やっぱな、わざわざ障子ぶち抜いてご苦労さん。再生数稼いでやるか。と、やや嫌味っぽい感じで、僕はなんとなくもう一度その動画を再生してみた。すぐにまた、 腕をわさわさやるのが始まって、それを、バカだなぁ、恥ずかしい奴だなぁ、なんてことを思いながら、頬杖をついて眺めていた。僕だって相当暇人だったんだと思う。案の定をだんだん飽きてきて、自分の顔が無表情になってくるのがわかった。それで、 ようやく動画が終盤に差し掛かろうとしていると気がついて。ああ、やっと終わるのか。っていうか、なんで律儀に最後まで見たんだろう。と、関連動画にカーソルを移動させようとしたその時、気づいてしまった。あれ神社のシーンがない。そう。 一度目は中盤あたりに出てきた神社で男が起き上がるシーンが二周目に出てきた記憶がない。ずっと画面を見ていたので見落としたなんてありえない。短いシーンではあったが少なくとも5秒ぐらいはあったはず。僕は動画からほとんど目を離してない。 じゃあ、一体どこ行ったんだそのシーン。僕は急にゾッとして電源ボタンを叩いてパソコンを強制終了させた。大げさではなく、あんなにびっくりしたのは初めてだった。それからしばらくは怖くてその動画サイトは使えなかった。 視聴履歴が残っているからだ。結局あの動画が何だったのかは今になってもわからずじまいです。臨室20年以上前のお話ですが聞いてください。友人が住む 三畳一間、家賃三万円のアパートに遊びに行った時のことです。冬の寒い日でしたが、狭い部屋で二人で飲んでいると、そこそこ快適でした。しかし、たまに冷たい風がスーッと吹き込んできます。古いアパートでしたが、サッシは新しいものだったので、 どこから風が吹き込んでくるのか不思議でした。しばらく飲んだ後、どうしても気になったので友人に聞いてみると、いつもこんな感じだから平気だと言っています。共同トイレで用を足した後、おかしなことに気がつきました。そのアパートは2階建てで階段を登った。 右側にトイレが、左側には10メートルくらいの通路があって、その両側が部屋になっています。トイレから見て、左側に2部屋、右側には3部屋あって、その真ん中が友人の部屋です。と思っていたのですが、右側には2部屋しかありませんでした。 左側は階段があるせいで狭いので少し大きめの部屋が二部屋で右は小さい部屋を三部屋にしているのでしょう廊下の突き当たりに左側の奥の部屋の扉があるのですがその向かい側は壁になっていますしかもその壁は奥から三メートルくらいまで内側に 10センチほど張り出していて、ただでさえ狭い廊下がそこだけますます狭くなっていました。部屋に帰って友人に尋ねましたが、それまで気づかなかったそうです。まあ、自分の部屋より奥のことなんて気にはしないのでしょう。窓から顔を出して両側を見てみました。 すると、ちゃんと両側に窓が一つずつあります。間違いありません。この部屋の隣にはもう一部屋存在しているのです。これはきっちり調べなければ気が済みません。その部屋側の壁は上下二段の押し入れになっているため、まず、 中の荷物を全部出しました。奥は幅20センチほどの羽目板が並んでいて、その隙間から冷たい風が吹いていました。あの妙な隙間風はここから吹き込んでいたのでした。隙間から覗いてみましたが、真っ暗で何にも見えません。 多分向こう側も押し入れになっているでしょうから、ふすまが閉まっていれば何も見えないでしょう。無神経な友人もさすがに気味が悪くなったようで、その日は別の友人の部屋に泊めてもらうことにしました。建物の外からは隠れた部屋の窓は、 他の建物が邪魔で見ることができず、何か調べるにしても、昼間の方が怖くないので、友人の部屋へ急ぎました。翌日、部屋に戻って調査再開です。まず、はめ板の隙間は昼でも真っ暗でした。ライトで照らしてみましたが、 隙間が狭いためうまく照らせません。廊下で調べていると、向かいの部屋の住人が出てきました。事情を説明すると、不自然な印象はなかったそうです。そうです。部屋の間取りはその住人しかわからないので、廊下から見ると、広い部屋があるようにしか見えないのです。 隠し部屋の存在は、友人の部屋に住んだものしか知り得ないのです。廊下の壁はしっかりしていて、他の壁と同じ色で塗ってあるので、張り出している以外はおかしな点はありませんでした。それ以上は何もできないので、思い切って近所に住んでいる大家さんに聞いてみることにしました。 大家さんは人の良さそうな50代の女性でした。でも、謎の部屋の話は一切してくれず、管理している不動産屋に聞いてほしい、ということを言われました。管理会社に行くと、担当者が出てきて開口一番、謎の部屋の話を始めました。おそらく、 大家さんから連絡が行っていたのでしょう。いろいろ細かい説明はありましたが、今は部屋ではなく何度として使っているそうです。出入り口がないことについては一切説明がありませんでした。自分が入社した時にはあの状態だったので、理由まではわからないとのこと。 工事業者の手違いかもしれませんね、と言っていました。説明の後、賃貸の契約書を出してきて、家賃を2.5万円に下げさせてもらいますので、それでどうでしょう、と言ってきました。友人は考えさせてもらいますと言って、部屋に戻りました。 管理会社からのお帰り道、友人と相談して、隣の部屋へ行ってみることにしました。部屋の中に入ってみて、何かあれば解約して、何もなければそのまま住もうということになったんです。もしかしたら、こっそり隣の部屋を使うこともできるんじゃないかと思っていました。その時は、 押し入れの羽目板を切れば簡単に入れそうだったので、金物屋で道具を揃え、早速結構しました。作業がしやすそうな上段の羽目板を2枚切ることにしました。まず、板に手回しのドリルで3センチくらいの穴を開けて、そこからのこぎりで切り始めました。 板の厚みは1センチくらいだったのですぐに切れるかと思ったのですが素人なのでなかなか切れませんドリルを対応してなんとか縦50センチ横40センチくらいの穴が開いたのが午後4時頃でした作業開始から2時間もかかってしまいました 作業中に気がついたのですが、板の裏側には何か紙が貼ってあるようです。ドリルやノコギリの刃におがくずと一緒に紙が混ざっていました。板を外して裏返してみると、それはお札でした。そこで少しやばいかなと思ったのですが、とりあえず、 中へ入ってみました。押し入れにふすまはなく、目が慣れてくると、薄暗い部屋の様子が徐々に見えてきました。六畳ほどのその部屋は角部屋でしたので、窓が二つあるのですが、そのどちらもベニヤ板で塞がれていました。玄関の扉はそのままですが、 廊下の様子からすると多分開かないでしょう。その時、壁の様子がおかしいことに気がつきました。なんだか壁紙に模様があるようです。懐中電灯をつけて壁を照らした瞬間、私は息を呑みました。模様だと思っていたものは、 壁一面に貼られたお札でした。扉にも窓を塞いであるベニヤ板にも今顔を出している押し入れの中もお札で埋め尽くされていました。あまりの恐怖で身動きが取れずにいると後ろから友人が声をかけてきました。 早く入れという友人と入れ替わって、中の様子を見せると絶句していました。とりあえず入ってみることにして、友人、私の順で狭い穴をくぐり、部屋の中へ入りました。入ってみると、お札は床にも天井にも貼ってありました。 白いものと赤いものが入り乱れて貼ってありましたが、それ以外は別に何ということもありませんでした。友人は引っ越すかどうかを考えていたようです。その時、バーンとすごい音がしました。驚いて音の下方を見ましたが何もありません。すると、 立て続けに同じ音が部屋中からして振動まで伝わってきました。その音は何か大きなもので壁を叩いている音なのですが内側から叩いているように感じました。音と振動はどんどん大きくなって建物全体が揺れているようでした。 立っているのもままならない状態になって、二人同時に押し入れの穴へ飛び込みました。狭い穴をくぐろうともがいているとき、友人が私の足を掴んで引っ張りました。ですが、こちらも必死でしたので、その手を振りほどくようにして、友人の部屋へ逃げ込んだのです。 友人も無事でした。というよりも私より先に部屋に入っていました。そして友人が私に言いました。なんで足引っ張ったんだよ。私は驚きましたが、慌ててたとか言い訳をしてごまかしました。外が騒がしかったので出てみると、 アパートと近所の住人とおもしき人々がちょっとした人だかりを作っていました。どうやら私たちが経験した音や振動は外でも聞こえたようで大騒ぎになっていました。周りの人に調子を合わせて心配そうに話しているうちもう大丈夫だろうと 徐々に解散していきました。私たちも部屋へ戻って、はめ板の部分を用意していたベニヤと釘で元に戻しました。当初はベニヤで蓋をするつもりでしたが、外したはめ板の裏のお札が気になって、ベニヤにはめ板を打ち付けてから、そのベニヤで蓋をしました。 友人は持てるだけの荷物を持って私の部屋に来て、翌日アパートを解約し、引っ越しも業者に任せ、それ以降アパートには近寄りませんでした。もちろん私も同様です。なぜ20年以上も前の話を思い出したのかというと、実は先日、 その友人と会ったのです。現在はお互い家庭を持ち離れた土地で暮らしていますが所用でこちらへ来るので飲もうと連絡があり15年ぶりに会うことになりました。学生時代の思い出や馬鹿話をしているうち例のアパートの話になり恐ろしい体験を 鮮明に思い出しました。友人は何年か前、アパートへ行ってみたそうです。そこは三軒茶屋というところで、もう二十年前の面影は全くなく、建物どころか道路さえ新しく作り変えられ、場所もはっきりとはわからなかったようです。それを聞いて、 私はなぜかほっとしました。長い年月で薄れていたとはいえ、あの恐怖の元凶となった場所がなくなっていたのですから。その後はいろいろと取り留めのない話に終始して、夜半を過ぎたところでお開きにしました。でも、お互いどうしても尋ねたいことがあったんです。 それはあの事件からずっと友人に聞きたいことでした。私はもちろん自分のことなのでわかりますが、友人もきっと、いや、絶対同じだと思います。あのことがあってから友人とは旅行も行きませんでしたし、二人とも常に靴下を履いていたので、 確信はありません。い,いえ、常に、どんなに暑い日でも靴下を履いていたことで、逆に確信できたのかもしれません。友人も私に聞きたかったでしょう。お前の足首にも、手の形のあざはあるのかと。